小原村は、かつて、愛知県西鴨郡にあった村。和紙工芸の里として知られた。2005年4月1日、藤岡町、小原村、安す町、下山村、旭町、稲部町の4町2村が、豊田市へ、編入合併され、小原村は廃止された。軽カ,カヤ町の農村景観愛知県中央部の北端にあり、三河高原の北西部に位置していた。北は、 岐阜県土器市や岐阜県江名郡明智町、南東は東鴨郡旭日町、南西は西鴨郡藤岡町に接していた。西鴨郡の政治や経済の中心地から遠く離れた立地や標高300メートル以上の山地が村域の大部分を占めることから、かつて西鴨郡の北海道と呼ばれていた。 小原村の東西の長さは1 0 7トル、南北の長さも1 0 7トルである。面積は74.5平方キロメートルであり、うち83%は山林である。標高5 0 0ル以上の地域が20%、標高300から5 0 0ルの地域が60%、標高3 0 0ル以下の地域が20%である。 年平均気温は、摂氏14.1度であり、名古屋市より1.5度低い。年降水量は1670ミ、mm、リメートルであり、愛知県の平野部と比べると多い。山岳河川この地域で、紙月きが盛んになった理由としては、和紙の原料である良質な蝶が近くで得られること、和紙の加工に用いる水が豊富であること、農寒気の仕事として適当であることなどが挙げられる。 この地域で生産される和紙は、おばら和紙と呼ばれ、愛知県郷土工芸品に選定されている。室町時代の明王5年には、東萩平の三元寺の柏庭和尚が和紙の製造技術を持ち込んだ。江戸時代のこの地域では、かなりの量の和紙が好かれていた。1876年の古籍簿では、その後、機械すき和紙が爆発的に増え、 また洋傘やビニール製雨曲がっぱなどの登場では市の需要が減少した。1961年の小原村では6個が紙ミ企業を制業としていたが、1977年には最後の1個が廃業した。手すき和紙の見通しの暗さを打開しようと、昭和初期以降には民芸品として小原工芸士が生産されるようになった。工芸家の藤井達吉は、 1932年から、小原村で、和紙工芸の指導を行うと、太平洋戦争終戦前の1945年2月には、小原村に疎開し、工房の無風案を立てて、小原村に定住した。藤井達吉は、小原足の職人技術を芸術の域にまで高め、山内一世、安藤重和、春日正義、加納俊二、小川紀数など多くの工芸作家を育てた。 小原工芸士の中でも、屏風、襖紙、額などは国内で、屏風、壁紙などは国外で販売されている。江戸時代中期頃に神社に奉納するための地芝居として始まったと伝わる。その後、農村の数少ない娯楽、地域芸能として村内各地域に広まっていき、明治には万人公と呼ばれる現代でいうところの歌舞伎役者の一座のようなものがあり、 祭り等で工業契約を結んで上演も行っていたという記録が残る。昭和24年頃前世を迎えるが、昭和35年頃には衰退し始めた。1989年3月27日、豊田市無形民族文化財の指定を受けた。現在は小原歌舞伎伝承館、ザ・小原座で、小原歌舞伎保存会により、年2回、 定期的に上演が行われている。1949年には、愛知県立さなげの林高等学校大原文校が開校し、1962年には、定時制課程から全日制課程に移行した。1972年には隣接する、藤岡村に普通科の愛知県立科目級、高等学校が開校したため、1973年3月には、 さなげ農林高校小原分校が並行となった。小原村に鉄道路線はなかった。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、地理的には、隣の岐阜県の明治鉄道明治線明智駅も近いが公共交通などの利便性からは、名古屋鉄道三河線豊田市駅などが利用されやすい。小原村南西部はかつて、豊田市駅から旧藤岡町内を経由して上、2機まで、 名鉄バスが乗り入れていた。合併後はトヨタを遺伝、バスに継承されている。北部は現在、小原桜バスという地域でマンドバスがあるが、平成9年頃まで、岐阜県水波市方面より、東鉄バスが上、2期まで乗り入れ名鉄バスと接続していた。小原村道路原表和紙のふるさと美術工芸家の藤井達吉は、小原村の無風案で、創作活動を行っていた。 無風案は瀬戸市に移築されている川見式桜の里。ありがとうございます。